キャムデンの戦いは、アメリカ独立戦争中の1780年8月16日に、南部戦線のサウスカロライナ、キャムデンで、ホレーショ・ゲイツ将軍式の大陸軍と、チャールズ・コーン・ウォリス将軍式のイギリス軍の間で、戦われた重要な戦闘である。イギリス軍が、大陸軍を一掃し、カロライナでのイギリス軍支配を確固たるものにした。 イギリス軍は植民地北部での戦線が膠着状態の様相を呈していたため植民地南部に目を転じ1778年12月29日にアーチボルト・キャンベル中佐がジョージアのサバンナを占領し南部での拠点を築いたイギリス軍のヘンリー・クリントン将軍は次に1780年5月12日にサウスカロライナのチャールストンを陥落させ 約5000名の兵士を捕虜にした。クリントン将軍は南部の指揮をコーンウォリス教に委ね、ニューヨークに帰還した。コーンウォリスはサウスカロライナ全体の征服を目指し、さらにノースカロライナへの進攻を視野に置いた。一方、大陸軍はベンジャミン・リンカーン少将に南部戦線の指揮を取らせたが、1779年10月にサバンナを奪還しようとして失敗し、 チャールストンではリンカーンが捕まってしまった。大陸会議は急遽サラトガの戦いで名声を上げたホレイシイシーショゲッツ少将を南部戦線の指揮官に任命し新たな部隊と共にサウスカロライナに送り込んだ。ゲイツは陸路北からサウスカロライナに入りその中央部まで進軍した。ゲイツの部隊戦力は3052名と報告されているが多くは経験の浅い民兵であった。 ゲイツ軍はキャムデンの町に近づいていた。8月16日の未明2時頃、町の北でコーンボリスの軍と遭遇した。両軍とも夜間の航軍で吸収をかけ、乱戦に持ち込もうと考えていた。夜明けとともに、両軍は正面から向かい合う布陣を取った。ゲイツはカルプ男爵の正規兵部隊を右翼に民兵を左翼に置き、まずカルプに前進を命じた。一方コンボリスも、 同じように右翼を前に出した。イギリス軍の攻勢で2000名もいたはずのゲッツ軍の民兵が一斉に逃げ出した。イギリス軍の正規兵隊は旋回して、カルプの側面をついた。旋回攻撃の中で、カルプが馬を撃たれて落馬した。そこでカルプは3発の銃弾を浴び、銃剣で何度も刺された。カルプの友人で副官のルシュバリエデュビュイッソンが、体でかばってそれ以上の攻撃を防いだ。 頼みにしていた指揮官を失ったゲーツ軍は総崩れとなり方法の体で逃げ出した。サラトガの戦いで得たゲーツの名声はこの戦闘で完璧に失われてしまった。大陸軍の損害は死傷者、捕虜合わせて1000名、他に132名が行方不明となり、特にカルプ将軍を失った。大陸軍は南部戦線に用意していた物資の大半とすべての 大砲を失うことにもなった。イギリス軍の損失は死傷者合わせて313名、他に64名が行方不明となった。この戦闘は独立戦争の中でも大陸軍最大の敗北となった。カルプ男爵の共造この戦いで戦死したヨハンド。カルプ男爵はドイツの出身の軍人で1777年秋に大陸軍に志願して参加した。南部戦線で自分ではなく、 ゲイツが指揮を取ることになったので不満を抱いていたと言われる。カルプはこの戦闘後捕虜となり3日後に死んだ。カルプの遺体はキャムデンで埋葬された。カルプのアメリカ独立戦争に捧げられた死は同時大臣によって賞賛された。アメリカ合衆国内にはカルプにちなんで名付けられた。地名がいくつかある。大陸軍南部戦線の指揮官ゲイツはすぐに罷免され、ジョージ・ワシントンの右腕と言われた。 ナサニエル・グリーン将軍が取って代わった。グリーンは南部戦線の大陸軍が崩壊状態となっていたため、その後は軍組織の再編に先進し、イギリス軍との正面からの対決を避け続けた。機会があればコーンウォリスの軍隊を弱らせることに努め、キャムデンの戦いからほぼ1年後のヨークタウンの包囲戦につなげた。ありがとうございます。